セレクションは引くな。以上。というわけで今日は解散。いやいや、動画終わらせたらダメだろ。おっす、皆さんこんにちは。というわけで今回は、2023セレクションスカウトについて解説していくよ。ただ、正直言うと今年はスルーした方がいいかな。後々理由はたくさん話すけど、視聴者さんにとってはなかなか厳しいスカウトだと思う。大手インフルエンサーは神スカウトって話してるけどどうなんだ？まあこのチャンネルはそこら辺と絡みもないしね。思ったことを正直に話していこうと思うよ。というわけで早速解説スタートだよ。まず新規勢の視聴者さんのためにセレクションを軽く説明すると、このセレクションでは前半戦で活躍した選手が S ランクで登場するイベントなんだ。今年は秋山選手や宮崎選手などのベテランや佐藤選手や村上選手などの今年大爆発した選手が登場したりと、ラインナップ的には申し分なく、そして通常選手よりもスピリッツが100高いというボーナスもあるんだ。まあここまで聞いたら引きたくなるかもしれないけど、それでも私は待ったをかけたい。少しくらい引いてみたいけどな。まずセレクションを引くべきではない理由として挙げられるのは、すぐにシリーズ2で強化されるということ。皆さんもご存知の通り、プロスピではシリーズ1シリーズ2と分かれているんだけど、前半戦活躍した選手は基本的にシリーズ2に大幅強化されるんだ。阪神の村上選手、大竹選手あたりも強くなるのか。当然前半戦でめちゃくちゃ活躍したわけだからね。例えば昨年のシリーズだと日ハム松本選手が挙げられる。シリーズ1とセレクションの査定ではミート B パワー C 走力 B とかなり低めであり、前半戦に大活躍していたものの能力は上がりきっていなかったんだ。首位打者の能力とは思えないぞ。ただシリーズ2に移行してからは彼の能力は見違えるほど強化されて、なんとシリーズ1ではミート B だったにもかかわらず、シリーズ2ではミートが A に到達したんだ。いや、いくらなんでも上がりすぎだろ。視聴者さんの中にも前半戦活躍した大竹選手やオスナ選手などをいち早く手に入れたくなるかもしれないけど、このゲームにおいては全く焦る必要はなく、エナジーを貯めてシリーズ2でそういった選手を狙うのがいいと思うよ。球種変更やステータス強化は基本的にシリーズ2で行われるし、シリーズ2では選択契約書やベストナインタイトルホルダーなど狙えるチャンスはいくらでもあるからね。特に理由がない限りは、今回のセレクションはスルーして、しばらくの間はエナジー回収に尽力した方がいいと思うよ。確かにセレクションで取った派いいものの、シリーズ2で強化されまくって、そっちの方がいいなんてなってしまったら本末転倒だしな。そしてセレクションをスルーすべき2個目の理由としては、初心者にとって育成難易度が高い選手が多いということ。今回のセレクションでは宮崎選手や佐々木選手、秋山選手など、過去のシリーズから登場し続けており、A ランクも行き渡っている選手も多く登場しているんだ。まあこういった選手が当たった時は限界突破がしやすいし、さほど問題ではないんだけど、難しくなるのは佐藤選手や村上選手など、今年一気にブレイクした選手を入手した場合、こういった選手は通常 A ランクが解放されていないため、限界突破がめちゃくちゃ難しいんだ。その結果育成しようものなら大量の限界突破コーチが必要になるので、初心者にとっては非常に育成難易度が高い選手なんだよね。OBTS 選手ばりに難易度が高そうだな。下手するとそれ以上に育成難易度は高いと思うけどね。なんせセレクションでは A ランクの選手が登場しないから、TSOB みたいにイベントで選択 A 契約書がもらえるわけではないからね。つまり限界突破コーチが5枚必要になることもある。まあまあ。セレクションで5枚引きすれば何の問題もないんだぞ。いや、どこかの社長じゃないんだから。そしてセレクションを引くべきではない3つ目の理由は、スカウトに確定枠がないということ。まあこれは昔から言われているセレクションの悪いところだけど、このセレクションは確定枠がないスカウトなんだ。30連60連90連でセレクションの S ランク選手は確定で出るけど、もちろんそこから狙いの選手が出るとは限らないし、下手すると90連分引いたのに全部外れてしまう、なんてことも珍しくないからね。そんな悪夢は見たくないぞ。個人的にセレクションを引く場合は、ミキサーを視野に入れて引いた方がいいと思う。このセレクションでは5体 S ランク選手を投入することで、狙いのセレクション選手を1人ゲットできるけど、正直これを使う覚悟を持ってスカウトを引いた方がいいね。つまりその分エナジーは必要になるし、沼れば何百連と引く可能性があるんだ。ミキサー分の S ランクが必要になるしな。そしてセレクションを引くべきではない4つ目の理由は、シリーズ2に目玉スカウトがたくさんあるということ。次チーム確定枠があるアニバーサリーやコスパ最高峰の選択契約書など、シリーズ2には初心者上級者問わず絶対に引いた方がいいスカウトがたくさんあるんだよね。そういったスカウトのためにも、今のうちからエナジーを貯めておきたい。7月8月9月でスカウトを引かずに、
イベントを毎日やっておけば、自然と3000エナジーは貯められると思うし、アニバーサリー1段2段を引くには十分すぎるくらいなんだ。アニバーサリーは確定枠があるし、マジで神スカウトだよな。まあさっきも言ったけど、選手の強化は基本的にシリーズ2で一気に行われるからね。強化された選手をアニバーサリーや選択で狙った方がいいと思うし、セレクションとは違って確実に入手できると思うから、そっちの方が絶対いいと思う。ついでに言うと、今回のラインナップはかなりリーグオーダー向けの選手が多いからね。おそらくリアタイで使うには難しいと思うし、リアタイを本気でやっている人に関しても正直スルーでいいんじゃないかな。キータとかがいれば別問題なんだけどな。アーチは日ハムの清宮選手だけだし、まあこれは個人的な見解だけど、この感じだとセレクションの第2弾はコラボになりそうだよね。コナミも第1弾は私たちが選びましたって念を押している感じだから、おそらくコラボは第2弾にとっておいて、過去の石橋セレみたいなものが来るかもしれない。セレ山田哲人が復活するというのか。まあ今年の TS を見てると何でもありな感じだけどね。コラボ内容によっては下手するとギータ復活もありそうだし、そうなったら第2弾でエナジーを使うことになるかもしれないよ。というわけで、引いてはいけない理由をまとめるとこんな感じ。一つ目はシリーズ2で大幅強化があるということ。基本的に前半戦で活躍した選手が欲しくなったとしても、いずれにせよシリーズ2で強化が入ってエース枠なりなんなり登場すると思うので、その時に獲得した方がメリットが大きいと思うよ。二つ目は育成難易度が高いということ。限界突破後期は節約したいところ。三つ目は確定枠がないということ。気づけばあなたも沼にはまってるぞ。そして四つ目はシリーズ2に神スカウトがあるということ。今は頑張ってエナジーを貯めておきたいところだぞ。まあこの通りセレクションには結構デメリットがあって、引く場合には色々なことを注意しておきたいスカウトなんだ。簡潔に言うと、初心者は絶対に引くな。マジでこれに尽きると思ってる。後期が必要だし、確定枠もないのは厳しすぎるぞ。ただ逆にこのスカウトを引いた方がいい人がいて、それは最強決定戦を本気で戦いたいという人。おそらくこの感じだと7月には最強決定戦がありそうだけど、この最強決定戦のためにオーダーを作ってきている人も多いと思う。こういった人はスピリッツがシリーズ1より100高いセレクションの選手をゲットすれば、他のユーザーよりも確実にアドバンテージを取れるから、そういう考えの人はエナジーに余裕があれば、もしくはお財布に余裕があれば、このスカウトを引いて一気に戦力を固めてもいいと思うよ。確かに最強決定戦ではセレクションの選手が無類の強さを誇るからな。やはりスピリッツ差が100違うとチームスピリッツも変わってくるし、できれば欲しいところだぞ。というわけで、今日の動画ではセレクションを引くべきではない理由を解説したよ。最後まで見てくれてありがとう。まあ良くも悪くもクロート向けのスカウト、初心者が引く必要はあまりないよな。無難にアニバを選ぶのがいいと思うけどね。というわけで今回はここまで。チャンネル登録ぜひともお願いします。それではご視聴ありがとうございました。